ウィリアム・ギャラガー、ウィリアム・ジョン・ポール・ギャラガー、ウィリアム・ジョン・ポール・ギャラガー、1972年9月21日体は、イギリスのミュージシャン、元オアシス、元 BDI のリードボーカリスト、身長178センチメートル。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第11位。1990年代のブリッド・ポップ・ムーブメントにおいて、 中心的人物であり、音楽だけでなく、奔放な言動や不尊な態度などでもプレスを賑わせてきた。1990年代以降のブリティッシュミュージックシーンにおいて最も認知されているロックシンガーの一人。ロックスターらしいワイルドな立ち振る舞い、インタビューの際に気に入らない他のバンドを名指しで、酷評するなどの過激とも取れる発言でも有名だが、小煩悩であり、 父親になってからは子供たちのために、ロックンロールライフを放棄したと話している。良き父親というだけでなく、ジョギングのために、毎日朝6時に起きるなどヘルシーな生活を想定いる。同バンドのリーダーで、兄のノエル・ギャラガーとの兄弟喧嘩は有名で、そのエピソードは、毎今日に暇がない。喧嘩が原因で、ノエルがバンドを一時自脱するなど、幾度となく、 バンドが解散の危機にさらされ、2009年にオアシスが実質的に解散したのも兄弟喧嘩が主要な原因の一つである。1972年、マンチェスターのでアイルランド系の両親、母ペギーと父トミーの間に生まれる。長男、ポールが1966年、次男、ノエルが1967年生まれで、 リアムとノエルは6歳の差があるものの、二人は同じ部屋を共有させられた。アルコール中毒の傾向があり、家族内暴力を起こしていた父に怯え、片親同然で育った幼少期を送ったが、ポールとノエルに比べリアムにはそれほど暴力は振るわなかったとされる。その一方で、当時から現在に至るまで常に母を大切に思っている。幼い頃は、 社交的だったノエルが他人との精神的なつながりを求めない性格になったのは、父からの暴力が原因であると言われている。子供の頃は、兄二人が外出している間、一人で留守番をしていることが多かったため、惨めったらしい思い出ばかりだったと語っており、自分の子供たちには同じ思いを絶対させたくないとも発言している。ギャラガー兄弟はしばしば学校をずる休みする生徒で、 あり、当時からよく警察の世話になっていた。リアムは6歳の頃に受け持った彼の担任の先生に、リアムのおかげで毎晩精神安定剤のお世話になっていると言われるほどの悪動で、15歳の時には喧嘩などの行いが原因で中学校の退学処分を受けたが、その後母の懇願もあって復学しなんとか卒業までこぎつけた。 他人の家の庭に忍び込んでは気に入った服を盗んだり、ドラッグを買うために自転車や芝刈り機などを盗んで売りさばいていたという。ローティーンの頃にギターを始めてから作曲をするなど、音楽に入り浸っていたノエルとは違い、リアムは18歳頃まではほとんど音楽に関心がなかったが、ストーンローゼズのライブを見たことで音楽に目覚める。初期のオアシスには、ストーンローゼズからの影響が、 色濃い楽曲が存在し、大口を叩くところや悠々とカッポするステージでの歩き方とは、イアン・ブラウンのそれと似ており、よく比較される。音楽に改眼した後は、ザ・キンクスやザ・フー、ザ・ジャム、ティーレックス、そしてビートルズなどを熱心に聴くようになり、最も影響を受けているであろう、ジョン・デノンを知る。その後、学校の友人であったギグジーこと、 ポール・マッキーガンからの誘いを受けボーカリストとしてバンドザ・レインに加入する。このザ・レインがノエルの加入によりオアシスとなる。以降はオアシスの歴史の功を参照のこと。かつてはノエルが書く曲を歌うだけであったが、ホースアルバムにリアムが初めて作詞作曲をしたリートル・ジェームズが収録されて以降、現在の最新アルバムまで リアム作曲の楽曲がコンスタントに収めされるようになった。ちなみにリアムは基本的なコードで作曲しており、楽曲はシンプルな構成であることが多い。例えば、ソングバードでは2つのコードしか使われていない。しかしノエル曰く書いたやつに関係なく名曲だとのこと。ベストアルバムの曲解説でノエルが上記の発言をして、 ソングバードについて語ろうとすると、そんな話は寄せと照れていた。彼の性質はたびたび、ジョン・レノンとジョン・ライドンの融合等と表現されてきた。初期の頃は高音域まで発生することができており、曲によってはファルセット、裏声すらも用いていた。例えば、アップイン・ザ・スカイなどではファルセットを多用している。しかし、透き通っていた性質も次第に変化し、しゃがれた。 ハスキーボイスへと変わっていった。基本的にはファルセットを用いることは、まずない。1994年7月からライブでの、Live Forever は、ファルセットのパートを放棄し始め、9月以降のライブでの、ファルセットのパートはノエルが代わりに歌っていたことから、意図的に出さないのではなく、出せなくなってしまったと予測されるが、リアム本人は、昔は、 自分のボーカルってもんがよくわかってなかったから、ノエルに言われたら、何でも歌ってたけど、今は、男が裏声で歌うってのは、生理的に嫌い。昔のアルバムに入ってる俺の声は大嫌いだ。当時は良かったんだよ。でも、今の声の方が好きだなどと発言している。さらに、2007年のブリッドアワーズでのパフォーマンスで、ベストとは程遠い歌声に対して、不満を爆発させたノエルは、リアムに、 声をどうにかしないなら、次のアルバムは、レコーディングしないと言った。特に近年、ライブでの歌声には、波があり、傾向としては、声が低くなり、なおかつ伸びないという状態が多く、喉の調子が悪くなったら、ライブ途中でも歌うのを放棄して退場することがある。日本でも過去、福岡公演で途中退場したことが二度ある。その場合、その後はノエルが代わりに歌うことになる。 近年の喉の不調の原因は定かではないが、酒、タバコ、ドラッグの影響や、95年から97年にかけて毎年100以上のライブをこなしつつ、アルバムを制作し、喉を酷使していたことも影響していると言われている。他アーティストとの共演、正式音源のみ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。